屋根の上のモモ私悪くない絶対悪くないんだもんモモはグッと我慢して屋根の上にいました屋根の上のモモモモのうちは洋服屋さんですお店の前で弟の陽ちゃんと遊んでいると猫のミーコが来ました陽ちゃんはこっちおいで。 とミコの尻尾を引っ張りました「ウちゃん」「陽コ嫌だってさ」「嫌じゃないよ」「ねえみー子」とウちゃんは足も引っ張りました「ダメ」「モ,モは大きな声で怒鳴りました」「ワンお姉ちゃんがいじめた」「弟さんがお店から出てきました」「お父さんがお店から出てきました」モモ「モまた幼児をいじめたのか謝りなさい」 やだよ私悪くないもん。よーし分かった。お父さんはもの腕をつかむと家に入りました。謝らない子は押し入れだぞ。いいな。お父さんはもを押し入れに入れると戸にしんばり棒をかけました。出してよお父さん。謝れば出してやるぞ。やだよ。もは押し入れの戸をボンボン蹴りました。押しても引いても開きません。 何さ、押し入れなんか。私絶対謝らない。悪くないんだもん。お父さんはいつだって私ばっかり叱るんだから。きっと私のこと嫌いなんだよ。も桃はいつの間にか眠ってしまいました。桃、ご飯ですよ。お母さんが押し入れを開けました。あら、やっぱり眠ってる。さあ、桃の大好きなオムレツよ。桃は押し入れから出るとお父さんを睨んでオムレツを頬張りました。 お父さんは笑いながら「ほら桃お父さんの分もあげよう」「押し入れで大暴れしたからお腹すいただろう」と言いました「桃はお父さんやっぱり私のこと好きなんだ」と嬉しくなりました次の日桃がカンちゃんたちとボール蹴りをしているとお迎えのおじいちゃんが出てきて「うるさい静かにせんか!」とすごい声で怒鳴りました するとカンちゃんが「うるさい意地悪じじいのすっとこどっこい!」と叫んでさっと逃げましたもう慌てて家に逃げ込みました「ごめんよモちゃんはおるかね?」おじいちゃんが怒鳴り込んできましたお父さんはびっくりして「モが何かしましたか?」と言いました「おうわしのことを意地悪じじいのすっとこどっこい!」と言ったんじゃ えー、そんなことをどうもすみません。すぐ謝りに行かせますので勘弁してください。うむ、では待ってるぞ。お父さんが家の中に入ってきました。桃は急いで階段を駆け上がり、物干し場から屋根に飛び乗りました。こら、待ちなさい桃。お父さんが追いかけてきました。やだよ。私謝りに行かないよ。悪くないんだもん。よーし、そんな子はもううちの子じゃない。 ずっとそこにいいなさい降りちゃダメだぞお父さんは怒って言ってしまいました「うちの子じゃないなんてお父さんのバカ」「いいよ降りないよ頼まれたって降りないから私屋根の上好きだもん」「桃が屋根の上で遊んでいるとプーンといい匂いがしてきましたあお昼はカレーだなあ,あカレー食べたい」 モモは急にお腹が空いて、少し元気がなくなりました。下を見ると、カンちゃんがお父さんと手をつないで通ります。いいなあ、カンちゃん。お父さんと一緒で。ノリコちゃんはお母さんと一緒であんなに嬉しそうです。モモはなんだか寂しくなってきました。それからどんどん時間が経ちました。モモの口はへの字になって、目からは涙がこぼれそうです。 でもモモはぐっと我慢して屋根の上にいました私悪くない絶対悪くないんだもんミャーン背中でミイコが泣きましたああミイコモモはミイコを抱き上げましたミイコ私と一緒にいてねどこにも行かないでねミイコはモモの顔をペロペロ舐めましたうふくすぐったいモモは少し元気になりました ミーコと遊んでいると、空が桃色に染まってきました。わあ、きれい。桃色はどんどん広がります。ミーコ、桃色って私の色だよ。桃は嬉しくなって大きな声で歌いました。空は桃色。私も桃色。ミーコも桃色。みんな桃色。友達だよ。ヘイ。 パチパチパチ。上手上手。誰かが拍手しました。あ、おじいちゃんだ。ももちゃん、さっきは怒鳴って悪かったな。昼寝しとったもんでうるさかったんじゃ。意じわるじじいなんて言わんでくれよな。私言わないよ。かんちゃんが言ったんだよ。なんだ、そうかい。わしゃてっきりももちゃんかと思ったよ。いや、ほんとに悪かったな。ももいるのおじいちゃんはうんと優しそうです。 さて、そろそろ夕ご飯でも食べるとするか。おじいちゃんが言いました。おじいちゃん、私もご飯食べたい。でもね、おじいちゃんに謝らないからずっとここにいなくちゃダメなの。そうか、そりゃ大変だな。うん、大変なの。お腹すいて私、ここで死んじゃうかもしれない。下で二人の話を聞いていたお父さんが、もうもう降りといて、お父さん、もう怒ってないよ。おじいちゃんもうちで一緒にご飯を食べませんかと言いました。 お母さんが作ったお寿司を物干し場で食べることにしました。モのほっぺは詰め込んだお寿司でパンパンです。いつも元気だね、モちゃんは。わしもこんな孫が欲しいな、とおじいちゃんが言うと、どうぞ連れてってください、とお父さんが言いました。モはパッと屋根に駆け上がると、私はここのうちの子だからね。おじいちゃんの孫にはならないよ。絶対ならないよ。と言いました。おじいちゃんは、うーん、それは残念。 と笑いました。みんなもあはあはと笑いました。もももあはあはと笑いました。